皆さんこんにちは、木曜グリーンの双葉小太郎です。すみません、ちょっと情景が切れて見とれていたんですけども、今回僕が来たのはこちらマークイズみなとみらいにやってきました。というのもですね、ここに新しくスポーツを楽しむ人向けのショップができたということで、今回それを調査していきたいんですけども、僕自身も今は歌ったり踊ったりしてるんですけど、昔はですね、なんかテニスやったりとかしてたんで、どんな商品があるのかね、ちょっと楽しみなので早速見に行ってみましょう。はい、ちょっとテンションが、ね、上がってやってしまったんですけども、ちょっと早速、ね、お話伺いに行きましょう。こんにちは。こんにちは。木曜グリーンの双葉小太郎と言います。伊藤です。お願いします。お願いします。早速なんですけど、ホカって言ったらスポーツシューズのイメージが強いんですけど、改めてすみません、ブランドの紹介お願いできますか。はい、ですね、ホカは2009年に、フランスの方で生まれたフットウェアとアパレルのブランドになっております。はい、いかに山の下り坂を楽に走れるかっていうところから発祥したブランドになっております。はい、で今ではそのホカのテクノロジーは、一般のお客様からトップアスリートまで入っていただけるブランドになっております。なるほど。じゃあこの店内にそのブランドがぎっしり詰まってるということですね。そうですね。青を基調にしていることで、なんかちょっと青春というか、ちょっと動きたくなるような色してますね。なんかホカブルーですね。ホカブルー。はい、ホカのアパレルになっております。特徴的な感じだと、こうランニング用のアパレルとかですと速乾性だったりとか、軽くて動きやすいデザインになっております。確かにめちゃめちゃ薄い気がしますこれ。やっぱり機能性重視 で、ね、汗も吸い取ってくれてみたいな。ここら辺にある防寒具っていうんですか、ネックウォーマーだったりとか、これ結構なんていうんですか、薄そうに見えるんですけど、防寒性的にはどうなんですか。ランニングの時ってあまりこう暑すぎると、逆に汗かいてしまったりとか、そういうことがあるので、適度な保温性と、あとはその速乾性っていうのが結構使われてますね。じゃあもう本当にもうスポーツ専用というか。はい、はい、こちら反対側の入り口のディスプレイのゾーンに来たんですけども、はい、ディスプレイということは他の今年の冬のおすすめのアイテムになっておりまして、ハイキングとか山登りだけでなく日常でもお使いできる、アパレルとシューズになっております。はい、厚めのアウターですね。確かにこれめちゃめちゃ厚い、はい、防寒対策っていう防寒対策の、はい、やっぱ山とかですと気温が一気に下がるので、ちょっと保温性の高いアパレルをご紹介します。はい、あとこれ帽子とかは何かあるんですか。でバケットハットになっておりまして、確かに可愛いですよね。確かに山に合いそうな雰囲気ですね。バケットハットの方が。私もちなみに持ってます。あ、持ってますか。持ってます。何色ですか。このオレンジを。オレンジを。はい、ホカといえばのシューズのコーナーですか。はい、そうです。はい、ホカの最新シューズや人気モデルが揃っております。はい、ホカはですね、ロードランニング、トレイルランニング、ハイキング、レース、はい、ユースシューズなどさまざまなカテゴリーがあるんですけども、はい、中でもやっぱおすすめはロードランニングとハイクシューズになっております。ロードシューズというのはどういった商品なんですか。ロードシューズはですね、はい、一応ランニングから日常使いまでお使いできるモデルになっております。はい、すごいいろんな形や種類があるんですけど、一番人気というかおすすめの商品どんなものとかありますか。おすすめはですね、はい、こちらのクリフトンっていうシリーズに、軽くて、はい、とにかくめっちゃ軽い履いてみるとクッションもしっかりあるので、はい、ランニングでもそうですし、お仕事とか日常使いでも、もう使いやすいモデルになっております。厚底だからちょっと身長も漏れちゃうみたいな。あとはですね、こちらのボンダイですかね。先ほどのクリフトンよりもやっぱクッションのこの厚みがすごいので。確かにめっちゃ厚いここがその分やっぱ足を守ってくれるシューズになっております。はい、ハイクの中で一番人気なのはどのシリーズ。人気なのはやっぱこのアナカパー2のローですかね。ローカットのモデルが。ほうほうほう。山登りだけでなく、結構こういうローカットのシューズは、ファッションとしても使っていただける方かなり多いです。確かにどっちでも使えそうですね。ファッションでもハイクでも、選んでいいですか。僕一足どうぞロードでロードの商品1個選んでいいですか。じゃあまず靴選びの前に、はい、3D スキャンの方で双葉さんの足の方を計測してみたいと思います。 3D スキャンで計測乗ってみれば分かります。乗ってみれば分かる僕の全部分かっちゃう。分かります。
めちゃめちゃ扁平足なんですよ。あ、そうなんですか。はい、本当だ。あ、やばくないですか。はい、双葉さんの足が出てきました。なるほど。で、足の実寸の大きさになります。はい、左足が 26.1 センチの、はい、右が 26.4 センチで、少しだけ右の方がちょっと大きめに。なんか右の方が足でっかいんですけど。どういうこと。幅も結構広めですね。そうなんですよ。だから靴によっては履けないんですよね。あ、本当です。ちょっと広いんで。他だとワイドのシューズがおすすめかなと思いますね。なるほど。はい、すごいな。これ土踏まずのタイプってこれなんですか。これくぼんでいるっていう。くぼんでいる、はい、ちょっと珍しいタイプの足してますね。本当ですか。これ大丈夫。大丈夫。健康的には大丈夫。健康的には大丈夫です。で、ここからシューズのおすすめになります。はい、あ、出てくるんだ、はい、すごっ。これにしますか。はい、クリフトンで決まりました。クリフトン9、これですかね。僕が選んでいただいたシューズ、クリフトン9です。せっかくなんでもう一個ちょっと違ったシューズも見てみたいなと思うんですけど。あ、ぜひぜひ。こちらのボンダイ8がこう比較しやすいかなと思います。歩いてみますね。すごい。なんかサポートされてる。あと、歩行を自然に前に進みません、うん、進みます。なんかもう勝手に前に進んでいく感じがすごい。つま先の方がこう斜めになってるから。そう、何よりめちゃめちゃ軽い。はい、こちらもサイズ大丈夫そうです。はい、はい、うわ、なんだろう。もちろんこっちも軽いんですけど、ボンダイの方がなんかちょっとしっかりしてる感じがしますね。うん、安心感がありますね。確かに。あ、なるほどなるほど。あ、もう横が広いからなんか転ばなさそう。はい、他のシューズは結構カラーリングも豊富じゃないですか。うん、はい、ちょっとカラーリングをどの色にしようかなちょっと僕迷ってるんですけど、うんうんうん、伊藤さんだったらどれにしますか。私だったら、私はやっぱこうがっつりテンション上げていきたいタイプなんで、はい、まあ、もう今もこう履いてるようなこうレインボーのシリーズですかね。はい、確かにいいです、うん、なんかちょっとこの上下のセットアップはちょっとシンプルにまとめて、うん、靴でちょっとバンとアクセント入れていくみたいな感じでもいいですよね。はい、やっぱりこのクリフトンのちょっとレインボーカラーにしようかなと思います。はい、ぜひ。さっきとはまた違った雰囲気なんですけど、はい、こちらはどういったスペースなんですか。はい、こちらがですね、ホカランクラブのコミュニティスペースになっておりまして。コミュニティスペース、はい、はい、そう、ホカのランクラブなんですけども、定期的にイベントを行っております。はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。気になる方はぜひウェブサイトの方ご覧くださいませ。はい、他にはここら何をされる方が多いですかね。あとはですね、はい、結構ランニングスポットにもなっているので、うんうん、はい、あの休憩のスペースとしてお立ち寄りいただいて、はい、あの水分補給したりお買い物もしたりと。なるほど。はい、じゃあもうここの周りでこうやってじゃあちょっと走っててここでちょっと休憩していこうみたいなことも可能なんですか。はい、その際はこういうホカ水をプレゼントしてますので。なるほど。これはあのもうこのクラブに入ってる方。はい、あ、クラブに入ってなくてもご利用いただけます。いただけるということで。はい、こちらのスペースどなたでもご利用ができますので、はい、ぜひあのお買い物の合間にあのご利用してください。そうなんですね。やっぱちょくちょく来たくなっちゃいますね。はい、そうなんですよ。なのでぜひお待ちしております。はい、僕はあまり靴の知識とかあんまりなかったんですけど、これを通してやっぱり足をいたわっていたからっていう。あと他にもいろいろな、はい、あの防寒対策グッズだったりやっぱいろんなスポーツに役立つ商品もたくさんあったので、うん、ちょっと僕もダンスレッスン中とかにちょっと他の商品身につけてみたいなと思いました。伊藤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。